いいよ。はい、どうも長友愛理です。4月28日からパズドラのモンスターメモリーが発売されました。ちょうだい。やだ。で、ちょっとね、一個だけ開けるからちょっとクイズ出してほしくて、はい、まあ、一発で多分闇ラードが当てるんだけど、うん、無理だと思う。当てるんだけど、ちょっと見てね。そしたら私がもらうから無理。じゃあ1パック目、あ、そう、全部箱で買ったの、12パック入り、うん、です。じゃあ開けます。クイズ出してください。開けます。ちょっと開けてください。はい、ちょっとまだ見ないからね。あ、やばい、え、やばい、闇ドラゴン、ラードが出たかもしれない。ヒント出して、ヒント、どんなやつ。待って。一つ目は、うん、なんだっけな。左目がうずく。あ、ヴァンパイア。違うよ。左目がうずくっていうキャラいるじゃん。誰？左目がうずく。誰？ドラゴン系？ドラゴン系？うん、左目がうずく。誰？待って、やばい、やばい。これちょっと困ったな。もう一つは、左目がうずく。待って、わかんない。スキルを使った後にゼロ億？あ、違うかも。え？あ、私間違えたかも。闇ラードラ。闇ラードラではありません。残念。誰？うんま。じゃあ言っていいですか？え、ちょっと待って、左目がうずくは、左目がうずくと、これなんだっけ。あ、でもこれは、あ、ヒント、愛理ちゃんがレーダーで使ってる。あ、レーダーで使ってる、うん、ゼロ億。あ、じゃあ違うかも。ゼローグと似てるやつ。え、ゼローグと似てるやつ。闇火悪魔。え、ゼローグゼローグ、ゼローグ、何？回復が落ちてこないダンジョン。回復が落ちてこないダンジョン。え、何？全然出てこない。これ難しいよね、結構。いやー、聞けばあーってなるかも。え、最初の文字だけ。さあ、タン。ね、え、左目がうずくって、あ、私ヴァンパイアって言ったんだ。左目がうずくはサタン。違う、これ左目がうずくじゃないよ。サタンです、1個目。あ、本当だ。左目がうずくはあれですよ。どう考えて、だって、うん、左目が右目だったかな。うん、左目がうずくってさ、ダンジョンで登場すると言うじゃん。ねえ、みんな。言うよね。誰？触って見てるよ。ヒュン。え、全然見えなかった。全然見えなかった。これ属性なんだろう。あ、闇水。ゼロ億。毎回、なんか、5色のダンジョン来る。5色のダンジョンに来る？火のダンジョン、水のダンジョン、木のダンジョン、光のダンジョン、闇のダンジョンのキャラ全部ある。何？この字の一つ。闇水？はい、ヴァングレン、火だわ。でもこれ名前出てこないと思うよ。でも、うん、左目がうずくて、なんか想像できない。ちょっと待って、見せて。もう無理。正解はこちらです。海賊竜かな。左目がうずく。ね、分かったでしょ、私が言ってること。左目がうずくって言ったでしょ。はい、じゃあ、はい、そんな感じで、大外れでした。すいません。いや、ちょっとなんか後ろでこうやって見たから闇ラードだかなと思ったんだけど、ちょっとこれから残念ながらまたちょっとやります。無理です。お疲れ様です。あとは一人で頑張ってください。じゃあね、トットでした。
わけで、1パック目は出ないということで、残りの 11個はご自宅で開封させていただきます。さあ出るのでしょうか。皆さん買いましたか。結構ね、私家電量販店10時のオープンで行ったんですけど、結構人がブワーって並んでて、わ、私これ買えるのかなってすごいすごい不安だった。さあ何が出る。あ、黄色がある。最初見てください。あっあ、はい、こちらです。え、嘘、もうすでにかぶった。早っ。すでにかぶったやん。左目がうずいてます。あとゼウスですね、聴覚性ゼウス。あはい、3パック目3袋目いきます。はい、これも緑入ってるから絶対違う。これ何？アバンドレイクとデフォードです。どうしよう、出るのこれ大丈夫？え、出ないよこれ。なんかもう1ケース買ったっていうんで結構安心してたんだけどな。はい、あ、次ヒート水。うわー出ないね。ヘライーストワングレンです。出ません。うそー、なかなか難しい感じですかね。はい、いきます。出てください。ドン。あー、もうこれないわ。はい、ゴッドカノープスと、グンチャリーメオです。はい。あと6袋。なんかリアルガチャって感じ。はい。あ！出た！ヤミラードラ。なんかやっぱこう後ろから見てもね、特別感がありますね。でもなんか闇のラードラって悪魔タイプでしたっけ、パラメーターが上がるの。そうですよね、結構闇カーリーがサブで合うみたいな感じで見たんですけど、闇カーリーは持ってないっていうね感じですね。はぁ、あ、出た。残り6袋いきます。続いてはドーン。水と光ですね、これは。アポカリプス、あ、同じだ、さっきと。アポカリプスは初めてか。そうですね。なんかね、もうアーマードロップじゃなくなって、今度はねモンスターメモリーですから。これもなんかこういっぱいジャラジャラいって集めるの楽しい。こういうのなんかね、私好きなんですよね、集めるの。はい、ではいきまーす。ブン。あ、火がね見えるよ。ダダダダン、ヒヒ。さあ誰。あ、ゴエモンとヘパイストスですね。レーダーに読み込んでね、結構レーダー楽しいですからね、対戦するの。いきまーす。ぐーん。じゃか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 ーじゃん。あー、またヒトミスだ。ワングレンヘライース、なんかダイヤドラゴンがちょっと欲しかったな、個人的に。コインね、コインなくなっちゃうからすぐ。ぐーん。あー、またミスだ。ヘライースめっちゃ出るな。ヘライースとネプチューンです。はい、すごい、なんかめっちゃなんかすごいじゃらじゃら、もうほら見て、宝石みたい。こんなに。よ、はい、いきます。ブン。じゃじゃん。あー、ひと水です。ゴエモンとメルクリア。
パズドラ本編だとエンハンスですね。はい、じゃあラストです。ラストいきます。さあ何が出るのでしょうか。あーよろしくあーよろしく。結構ね、なんかもうネットでもね売り切れで、結構一パックで足りるかなと思ったんですけど、ちょっとねもうそもそも買う前に制限がかかってて、あこれはもう他の店では買えないなって、はしごして買おうかと思ったんですけど、全然もう本当にすぐ売り切れちゃってたんで、ね、ミラーノやっぱすごいんだなと思いました。じゃあ最後です。でキーもうない。しかも開けちゃった、これもほらもう出ちゃったよ。リーザとアバンドレイクです。終わった。マジか。でも出ましたね、闇ラードラ。ほら闇ラードラです。出た。じゃらじゃ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 ん、光ってます。これ楽しみですね。ちょっと闇ラードラを使ったパーティーもなんかね紹介できたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。では本日も最後までご覧いただきまして、本当に本当にありがとうございました。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。